さあ、それでは今回も、メルセデス・ベンツ 300SL ガルウィングをやっていこうかなと思います。今回も、8分の1スケール、アゴラモデルズさんからキット提供していただいてもらっております。今回は、パック9ということで、57号から始まることになります。では、早速やっていきましょう。まあ、見ての通りのところなんですけれど、左ドア本体というところですね。こちらをやっていこうと思います。まあ割とドアっていうとね、どうしても右左っていう風な感じでありますので、まあ特にこのね、車の場合、まあほとんどの車両がそうですけど、左右対称となるところがほとんどですので、まあそういった場合はね、飛ばさせてもらうところも出てくると思いますので、そちらはお許しくださいませ。ということで、今回は、こちらですね。開けるだけとなっております。はい、何も入ってません。扉こんな感じで、次が、左58ですね。今度58がこちら、左ドアヘッドライナー、左ウィンドウというふうになっております。開けるぜ。バサーッっていうほどでもないけど、バッサーと開けまして、こちらがまず CM のネジで、ライナーの内張りですね、を入れてくっつけますよという感じです。CM のネジ2本で止める感じ。こう見まして、これをこっち向きですね。このようにつけると。えいやっと。天井白？え、白なの？え、ちょっと待って、俺プラモデルで作った時赤で塗った気がしないこともない。どっちかな。いや、内装全部赤だからさ、下の方っていうかね、だからこの天井も俺赤で塗ってる気がする。幸いちょっと、幸いじゃねえ、不幸にも今基地に置いてないことに気づいて、見比べてみようとか思ったんだけどね。よし、OK ですね。OK、こんな感じで、そうしましたら窓ガラスをつけますよと。はい、これを上を入れ込んでの下をいつものパッチン。あ、何これ、なんかついてる。壊してしまいそうで怖い。これ入った奥まで。あ、違うんだこれ。うわ、マジですげえことになってる。いや、ちょっと待って、これまずそもそもこれが今もう奥まで入ってるのかどうか心配。いや、入ってない気がする。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、入ってるね。オッケーオッケー。ちょっと見て、これ、見て、これ、これ。開く。ほら。開く。開くのよ。やるな。いや、細けえ。いいよ。こういうの素晴らしいよ。あ、で、で、次ですね。今度は、59が、こちらですね。59。こちらが左ドア、3、左ドアインナーパネルというふうになっております。ガバッと開けて何も残ってないことをしっかり確認して、たまに見落とすので、こういうのとかね、あとなんかたまに細かい部品が入ってたりして捨てる。これも残ってないね、残ってないね、よしよしぽい。そうしたらこちらをこう、ここにこう入れ込むんだね、こことここで下にストンと落として、そうしたらきっとどこかをネジで止める。JM のネジ6箇所もかい。すげえな。ちっちゃいネジが。6箇所。まぁ、ちょっとネジドバッと出しておいて。これ多分ちょっとちっちゃいネジだから、ちっちゃいドライバーの方がいいかな。入らない。ちっちゃいドライバーさん。さっき持ってきてよ、俺。あった。ちっちゃいドライバーで。3箇所ずつ。お、これ。どっか穴あるんだ。あ、ここ。え？あ？これもしかして見ちゃいかんもん見ちゃった。あ、
そうじゃないんだ。これここ穴開いてない。どういうこと？これもしかしてはめるだけ的なやつ？いや、そんなはずはない。ちょっとこれわかんねえな。ここどう見ても穴開いてないよな。え、なんか忘れてる？穴開いてないということで、どうしよう。ちょっと一旦カメラ止めさせてもらって、ここで一旦検討というか、まあ問い合わせしてみます。ちょっと一旦止めますね。さあ、それではですね、結局あれから連絡して、まあ、素早い対応でやってくれるんですが、私はね、金属加工は結構好きなので、まあ、自分でドリルで穴開けて 1.2π のドリルで穴開けて、まあくっつけてしまいました。なので、まあ、特に問題ないかなという感じですが、まあ、こういった場合でもですね、アゴラモデルさんはね、しっかり対応していただけますので、しかも結構素早くささっとやっていただけますので、まあそういった場合はすぐに連絡して自分でどうこうするよりもそっちの方がいいかなって思います。ということで、今度は63のドアヒンジですね、こちらをやっていこうと思います。で、まあ見ての通りなんですけど、 LR ね、同じことをやるのでね、もうやってしまいました。ではやっていこう。続き、ドアヒンジをつけるのに、ボディをね、こう裏返したりしないといけないので、裏にねタオルとか引いて、下に、ね、タオルを引いてやった方がいいんじゃないかなと思います。パーツがこうこうこう、一応数字は書いてありますね。まあこれにこの棒をつけて、ネジの BM ですねで止めるよという感じになっております。 BM、 まあ4つありますんで4つ出しておきますか。よっと。でこうして、これをここの部分ですね、ここにこうつけるよと。これも全部金属でできてますね。剛性が高くなっているんで、開け閉めしても安心かなっていうところがありますね。で入れて、ネジをしっかり締めておくという感じです。ちょっとね、パーツが小さいんでね、指にグサッと刺してしまったりとかね、しないように気をつけましょう。で、これも、あんまりカチカチに締めてしまうときっと動かなくなってしまうので、まあ、クッと効いたらよしぐらいにしておいた方がいいんじゃないかなと思います。これを全部やりますか。これおそらくもう全部一気にやっちゃっていい感じだね。よっと。よいしょ。まあ硬い。ちょっと緩めて。ああ、まだ硬い。ちょっと、ああ、いいね。ちょっとこいつが緩いかな。もうちょっと締めてもいいかもしれない。最初にやったやつね。あ、全然入る。クッと。45度ぐらい動かしてもいいぐらいじゃないかな。うん。あんまりガタガタだとね、よろしくないと思う。いいでしょう。最初は結構動きが硬くても馴染んでくるっていうか、まあ、削れていくっていうかいう風になっていくとね、スムーズになっていくので、まあかといってでも最初から硬いとねあれだけど、ちょっと引っかかるかなぐらいのぐらい方がいいのかもしんない。グッと締めて、これだとガチガチで動かないから、ここからまあ大体45度ぐらいグッとこう動かしてやると、まあ、ちょっと引っかかるかなぐらいで止まるんで、多分その方がヒンジで動きますんでね、削れてちょうどいい感じに馴染んでくると思います。
よいしょ。よし、これで全部これグッと締めて、ここから45度とすると、ああいいね、動く動く。でこの後からの金属もありので、こっからちょっとさっき言った、避けておいて、この上にタオルを貼って傷をつけないようにしたいと思うのでね、タオルを引いてですね、そこからこいつを裏返すよと、向きがこのようになっておりまして、ここですね。だけどこれをまずはもう写真の説明書通りやっていこう、ミスしてもつまんないんでね、これをここにはめます。でこれをひっくり返します。でここね、数字が書いてあるけど、何が何か全部数字が1234と違うんですよね。なんでここに今つくやつっていうのが L4 って書いてあるんで、 L4 っていう、4って書いてるやつでいいのか。じゃあ、あ、 R とかも書いてある。おお、丁寧。これ R3、 これ R1、 一番最後回、これ L4 って書いてあるんですね。でこれをこういう向きでこうつけるよと、こういう感じですね。で CM のネジで止めると、 CM のネジよっと、これもとりあえず多分何個も使うと思うけど、とりあえず2本出しておいて、ちょっとやりず、ああね、そういう感じ。こう持って地面にベタッとつけてグッとネジ締めていきたいから、こういう感じで支えてあげて、このヒンジがこうやって倒していいね。でここにえいやっと、これもこれで OK。 これってこの状態じゃないとつかないのかな、結構やりづらいけど、バチンつった、こわグッとグッと、うん、多分はまらないんだろうな、これガタガタしないよね。あ、でもしっかりついてる感じがする。でそうしたら、L1、 さっきのやつは L1、 これですね。こいつをまた高向きか、このようにつけるように。でこれも、CM のネジで止めると、こいつもまたちょっとこう持ち上げの押さえの、軽く締めておいて、これで安定するのかな。ギュッ、ギュッ、ギュッと、うん、ついた、多分いい感じで、そうしたら反対側も同じことをしますよと、裏から入れて、よいしょ、これもこう向きか、ちょっとこっちからつけた方がいいな。
ああ、よかった。下にお父さんで割と隅っこでやってるのでいかんね、よくないね。こういうふうにしてしっかり座ったら、こっちだっけ、逆、こっちで、で、うん、いい感じ、いい感じ。よし、OK。2個ちょうだい。こうか。いやー、形になってきたね。うちのメンバーにさ、シャーシ側の方っていうのをさ見せたら、これボディつけなくてもいいよねっていう。やっぱりアゴロモデルズさんすごい中が細かく作られてるから、再現されてるから、なんかカバーね、こう最後ボディをかぶせなくてもシャーシの方だけでなんか十分ちょっとこうご飯がいけちゃうみたいな感じの。すげえな、出来が。グッと締めて、ここもグッともう一回締めといて、ここも全体的にもう一回ちょっとまあ縮めをチェックしておきますがね。あ、ほら、ちゃんと締まってなかった。グッと、グッと締めて、こっち側もね、一応今やったけど、まあ縮めチェック。OK、OK。また締まる。よし、OK。OK。できた。で、そうしたら今度、それを止める金具がありますので、それを NM のネジで止めるよと。こちら2つですね、 NM のネジで止める、これです。そうすればこれで扉が固定されるよという感じですね。これがここ入る。ちょっとこっちだけ軽く締めておいて、そしたらもう反対側も軽く締めて、一気に両方締めちゃうよという感じにしますかね。硬い。これちゃんとはまるところにはめておかないと、多分具合が結構悪いよな。これちょっと大変だぞ。まあまあ力使うぞ。でもしっかりこうやって入れていけば収まるところに収まるか。ちゃんと、ああ動いちゃった。動くと良くないな。ここをグッと押さえて、グッと押さえて、ここにパチンとはまると思うんだけどな。これ横向けたりとかそういう風にした方が入れやすいの。割とパーツはしっかりしてるんで破損しそうになって、ちょっとごめんなさいね、カメラから外れちゃうんですけど、こうじゃないと力が入んない。あ、またずれた。なんか奥にパチンと入る感じがした。この状態だ。あ、浮いてくる。緩いな。多分自分の入れ方が悪い。あ、これはきつくなった。こっちはまだ緩い。なんだ硬い。ちょっと違うドライバー持ってこようか。まあでもとりあえずこれで後で締めておきますが、こんな感じで扉がちゃんとつきますよという感じです。これで一回表立ててみようか。こんな感じ。あ、ぴったり合ってる。OK。で、これでちゃんと扉が
開きますよという感じですね。グッと OK です。よしできた。でとりあえず今回、これでちょっと待ってよ、これで、パック9が終わった感じですね。まああとこれで10、11、12で終わると、12まであったかなという感じになりますのでね、またどんどんね進めていこうかなと思います。ちょっと見えづらいのでアップにしようかなと思うんですが、また再び地面映してサムネを撮る、持ち方に困る、持ち方に困るね。こんな感じです。できたよ。かっこいい、めちゃかっこいい。扉がつくだけで大きい、ぐっと変わるね。よしということですね。またねどんどん進めていこうかなと思いますのでね、見ていただけたらと思います。ということで今日はこの辺で、だまた。果たせなかった。